マッチョ、レンチョです。いつもご視聴、コメント、高評価、本当にありがとうございます。ということで、今回やっていく企画がですね、こちらですね。スーパーサイヤ人5点の虹、完成しましたので、使っていきたいと思います。で、相方のトランクスなんですけど、4凸まではしました。ですが、潜在解放がまだ 0% なので、また、ポルンガの方で、弾をもらえますので、そちらが完了したら、虹使っていきたいと思います。で、編成がですね、こんな感じで、あれかな、混血サイヤ人カテゴリーで使っていきたいと思います。で、一応行く場所は、まあここ、やってみましょうかって感じで、まあアイテムは多分使うと思いますので、そこのところはご了承くださいということで、じゃあやっていきましょう。はい、では行きましょう。未来編のトランクスとはあまり気力リンクが噛み合わないので、その辺を気をつけていきたいと思います。さあ、いい感じですね。じゃあ行きましょうか。速属性5点1体ですね。で、早速出てくる。こちらの5点が、ベジータの系譜カテゴリーと一緒にいるとアタックが上がります。まずはこうしましょうかね。気力リンクが全然噛み合っておりません。仕方ないですね。まず73万で攻撃。突撃。必殺が良かったですね。ここは噛み合うみたいですね。ここのリーダーとか噛み合わないですね。フレンドさん108万。リーダーたちはアタック無限上昇です。お、2連撃。大変。で、82万。いいですね。変身。ここはこうですかね。いや、必殺打てないのでかいですね。本当に痛い。まずは5点を倒しましょうか。いけるかな？無理だ。系譜がいないので上がりませんね。系譜いない状態のアタックを見ましょうか。37万、全然出ませんね。ここがつながり、サポーターからのアタッカー、で、アタッカー。
91万人。時間かかりますね、ここは。いいですね。101万。気力が本当に噛み合わない。どうしよう。結構食らいますね。さあ、いけない。回心ってないね。ただご飯のおかげでカチカチですね。お、ここいいですね。こうしましょうか。まずサポートで必殺を打って必殺。まずは91万、96万、2段階上がりましたね。で、138万。おお、硬い。で、53万。この子も、アタック無限上昇なのでどんどん上がっていきます。いや、ここ噛み合いませんね、本当に。必殺が打てないな。いや、カチカチ。いい感じですね。パンちゃんの働きがあって HP 回復しました。いやー、アルティメットが本当にダメですね。マジでリンクぶった切ってんな。お、141万上がりましたね。60万、ようやく統一しました。さあ、最後だ。全然繋がってくれないですね。どうしようかな。ここ一応お化け使いますか。ちょっと5点じゃ受けきれなさそうなんで。本気を見せてやる。おうおうおう、ミスった。まあいいでしょう。アタックも大して入れないんだね。さあ、100万。いい感じですね。
さあ硬いです。170万いいですね。お、必殺。硬い。やばいぞ。ここはアクティブ使いますか。そうよ、私だってやるときはやるんだから。まあ使ったところでね、ご飯はできないんですよね。やっぱまずいですね。いけドーン、もう一つ、いけドーン、ちょっと必殺撃たれてみたい気もするんですよね。お、来た。どのぐらい食らうんだろう。今めっちゃ食らいますね。そして生き残るという。普通に回復しましょうか。もうそろそろ終わりそうですね。ご飯が全然必殺打てませんでしたね。くらえ、ギャリックホーク、いいですね。終わりが、はい、いかがだったでしょうか。5点、あんまり活躍はしてなかったかもしれませんね。リーダーがちょっと、ね、マジでリンクぶった切ってんなって感じのキャラだったんで、いや、こいつの使い道がちょっと難しいなって感じでした。まあ、このキャラももうちょっと多分何回も必殺打てたら80万とかいくんじゃないかなって感じなんで、まあそうなったらいい感じですよね。こんな感じですし。アタック、50% しか上がんない状態で、まあ5、60万ぐらいって感じです。はい。という感じで、今回はとりあえずここまでにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひ何かコメントあればよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。